アメリカ合衆国によるドミニカ共和国占領は1916年から1924年までアメリカ合衆国がドミニカ共和国を占領した事件。20世紀の米国がラテンアメリカ諸国に対して行った軍事介入の一つである。1916年5月13日、フアイシドロヒメネスペレーラ大統領から権力を奪取したドミニカ戦争賞デシデリオアリアスは、 米国のウィリアム・バンクス・ケーパートン海軍少将,将のサントドミンゴを砲撃するという脅しにくしてサントドミンゴを離れた。最初の大規模な戦闘は6月27日にラストレンチェラスで起こった。反乱軍は縦に並んだ2つの山で残壕を掘ってサンティアゴへの道を封鎖した。チャンドラー・ギャンベル大員の第13中隊の野砲と 機関銃小隊は敵軍の残豪を見下ろせる山に陣地を構えると発砲し始めた。海兵隊はそれを援護に反乱軍の第一の防御船に突撃。反乱軍は二つ目の山にある残豪に交代した。反乱軍は反撃に転じたが、米軍の野砲が砲撃を再開したため短期間で失敗に終わった。戦闘開始からわずか十五分後には海兵隊が戦士一人、 負傷4人という損害だけで敵軍の陣地を占領した。残酷には死体も武器も残されなかったが、後に近くの森で反乱軍の兵士5人の死体が発見された。この戦闘の様式は戦中に繰り返された。大砲、機関銃、小部隊の軌道、兵士個人の訓練や射撃術のどれをとっても海兵隊が優位に立っている。以上、立ち打ちできる。 ドミニカ軍など存在しなかったのであった。アメリカ海軍は全時的な侵攻で、ドミニカ政府と軍と警察をすべて支配した。最初の上陸は1916年5月5日、海兵隊のニコ中隊が、プレイリーからサントドミンゴに上陸した時だった。上陸の目的は、アメリカ公使官員と領事の保護、そして、サンヘロニモトリレの占領だった。上陸軍は、 数時間後に7個中隊の増援を受けた。5月6日、キャスタインからの軍勢が上陸して、同じくアメリカに軍事占領されていたハイチの公使官員を保護した。最初の上陸から2日後にあたる5月7日、民選大統領府安石師ドロヒメネスペレーラが辞任した。1916年5月15日、経営パートン提督の部隊がサントドミンゴを占領した。 6月1日、ジョセフ・ヘンリー・ペンドルトン大佐率いる海兵隊の部隊が重要な港であるプエルト・プラタとモンテ・クリスティを占領、海上封鎖を行った。7月3日のグアやかなスの戦いから2日後、海兵隊はアリアスの根拠地であるサンティアゴ・デ・ロス・カバリエロスに前進した。しかし、アリアスは抵抗をやめて、ケイ・パートンと合意、戦闘を回避した。3日後、 アリアスが出国した。残りの占領軍はその後の2ヶ月内に上陸して、ドミニカ全国を占領した。11月29日、ハリー・シェパード・ナップ隊を主犯とする軍政府が成立した。オサマトリデにはためくアメリカ合衆国の国旗、1922年、撮影。海兵隊は、東部地域を除くドミニカ共和国の大半の治安を回復したと主張したが、 実際には直接と間接の抵抗運動が全国で継続した。しかし、軍政府が成功を収めた政策もあった。すなわち、軍政府は財政収支の均衡を成立させ、国債を減らし、経済発展の方向を米国に向かわせ、インフラ建設計画の一環として、道路を建設して、軍人を全国に派遣できるようにした。さらに、米国に敵対的で、 内戦を引き起こした民兵隊の代わりに、米国に友好的なドミニカ警察衛兵という専業軍事組織を設立して、権力を現地のエリート層から奪いつつ、兵士の忠誠心を中央政府に向かわせた。しかし、スペイン語も話さず、共和国の福祉にあまり関心を持っていない外国人に主権を明け渡してしまったことに、多くのドミニカ人が憤慨した。 ラモン・ナテラ将軍などを指導者としたガビリエロスと呼ばれたゲリラ運動はエル・セーボ州やサンペドロ・デ・マコリス州など東部諸州で広範な支持を得た。このゲリラ運動は土地勘を武器に1917年から1921年まで米国に抵抗した。しかし抵抗運動は硬着に陥り、ゲリラは条件付き降伏に同意した。 1916年8月29日に荒波でサントドミンゴで座礁したメンフィス。第一次世界大戦後、米国での世論は占領に反対するようになった。ウッドロー・ウィルソンの公認として1921年3月に就任したウォレン・ハーディングは、ハイチとドミニカ共和国の占領への反対運動を打ち出した。1921年6月、米国代表は、 ハーリング計画と呼ばれる撤退提案を提示した。この提案では、軍政府の行動をすべて批准すること、公的建設などの支出のための借款250万ベイドルを許可すること、ドミニカが警察衛兵に米国人主観を受け入れること、米国の監督下で選挙を行うことを撤退の条件とした。ドミニカの世論は反対一辺倒だったが、中道派の政治家は、 提案をもとに交渉を行い、1922年6月30日の、米国国務長官、チャールズ・エヴァンズ・ヒューズとドミニカ中アメリカ大使、フランシスコ・ペイなどの合意につながった。この合意では、選挙が行われるまでの暫定大統領の選出が定められた。高等弁務官サムナー・ウェルズの監督した、フアン・バウティスタ・ビシニ・ブルゴスが1922年10月21日に、 暫定大統領に就任した。1924年3月15日の大統領選挙では、新米派のオラシオ・バスケス・ラハラガペイなどに勝利した。バスケスの同盟党も上院と下院の両方で勝利した。7月13日にバスケスが就任すると、ドミニカ共和国の支配は正式にドミニカ人の手に戻った。米軍は撤退したが、 関税の徴収と使用についての懸念が残った。そのため、米国とドミニカ共和国の代表が会談して、1924年12月27日に条約を締結、米国がドミニカ共和国の関税収入の支配権を与えられた。この条約は1941年に廃止され、関税収入の支配権がドミニカ共和国政府に戻った。しかし、 この条約により、ドミニカ共和国の国民の間で遺恨が残った。ドミニカ戦役記章は、この戦争に参加した軍人に授与された従軍記章である。ありがとうございます。